Nラジ。今日もあれですか、あの挨拶行くんですか。もういいよあれ。もういいよあれ。もう根津さんが一生やるならいいよ別に。いや俺だけじゃないし。駐車場で起こった事故は通ってます。一切責任負いませんっていうのと同じやから俺。いや俺が全てやから。だから根津さんが全て責任を負うならいいよ。職権乱用だな。まあ、あの傷ついた心ぐらいは癒してあげる。いや傷つくこと前提なんだよな。やだやだとか言っちゃって。まあかわいい、まあかわいい、まあかわいい女の子。うん、まるでいこう。はい、どうも、仁王のきなくんと、まあ、はるとって言います。あ、間違えたって言うわ。やば、ありませんということで、ありがとうございます。ここ使います。ダメなんだよな。やばすぎ。終わってるわ。終わったな。もうなかったらもう終わり。はい、ということで第6回ちょっとにおいラジオ始めていきたいんですけども。嘘でしょ。マジでちゃんと P 出るから。あ、きなくんです。あ、はるです。おい、におでーす。えー、映ってるこれ。ピースピース。映ってるこれ。お、撮ってんな、勝手に。何やってんの。バインだよ。バインかよ。年代バレる。年代バレる。バインだよ。懸念したいわ。大関麗華ちゃん。大関麗華ちゃん、夏男。夏男じゃん。はい。小学生なのかい。懐かしいな、そこ。ブライアンバカみたいよ。ブライアン、わかるな。懐かしすぎるな。はい、前回ね、サザエなのにアワビがついているのかい。入って、マジでさ、使うかな。ハエちゃんの切り替えが無意味やもんな。本当に多分ね、スキル封印されてる、うん、無理だなと思って3回言う覚悟はしてるけど、うん、まあ、前回ね、ゲストにマリコさん来てくれて、無事ね、ゲスト会終わったんだけども、はいはい、無事だったのか。いや、まあ結構地獄ではあったけど、うん、まあまあとりあえずね、彼女は多分ダメージを受けてる。そうだね、それは反省ですな。そうだよ、多分もう誰も来てくれないよゲスト。しねえし。そんなこと言うからもう誰も来ないよ。我々過去は振り返らないグループということで。確かに間違いない、ね、先を匂う、ね、そう興奮してきたな。それはそう。あれ変態がいるぞ。ちょっと流行らしていこうかなと。それはそう。それはそう。根津さんのまあまあまあに対抗するわ。それはそう。いいな。レイバー折ってるけど、ね、多分どっちも使いどころはほぼ一緒だからな。まあまあ、シールドトリガー発動。それはそう。それはそう。しょうもねえ。まあね、多分オープニングが長いっていう苦情が前回来てたので。ガチ？え？いや、パニコさんもなんかお腹いっぱいになれて、諦めてるって。そうそうそう。胃もたれがね。そうそうそう、ね、言ってたもん。朝ごはんにカツ丼食べてるようなもんだから。見てる。てかラジオとかね、仁王の撮影がね遅いんですよ。夜の12時過ぎてからなんで。そうなんす。頭がね全員死んでるんすよ。深夜テンション、頭痛が痛い、痛いが頭痛。なのでもう今日はね、割とサクサク進めていけたらなっていう、うん、そんな風に私思っております。まあ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 。ということでね、前回はゲスト会だったからトークテーマガチャ使ってないんだけど、今回からまたちょっと戻して使っていこうかなって思ってる次第であります。できたか。じゃあ行きますか。行きやしょう、行きやしょうタイム。いたな、なんか。さあ、はい、得意じゃん。じゃあ、セキロハンプ入れ始めちまったんですけど。もうエコーかけんなよ。けいおん、あ、いいよ。せいつながら。
第2回、あ、第6回にょう、お悩み相談のコーナー、イエーイ。初心忘れてない人おったな今ね、偉いな、第2回の人おった。ちゃんと過去振り返ってたな、すごくね、最初の回からゲスト呼んでたんや。伏線の回収みたいな。あ、そう、そう、伏線の回収で言うと、実はね、第1回ですでにゲスト出てるんだよね。あれ、ネズさんのおじいちゃんっていうのがね、実は出てるんだよね。ネズさんのおじいちゃん、そう、詳しくは第1回をご覧ください。知らないぞ。そう、俺はね、編集してるからね、知ってるんだ。なんか知らない人出てるっぽい。実はね、出てるんです、第1回。本人たちが忘れてるね。そうそうそう、第1回何話したかすら覚えてねえわ。もう回重ねたらね、俺そのうちラジオクイズしようと思ってるからね。うわー、いい企画。第1回はね、第1回に実はゲストがいるっていうのを覚えててください。いや、もう絶対見るからな。ダメだよ、クイズするとか言っちゃ見ちゃうんだから。いや、だいぶ先だけどね、だいぶ先に唐突にやるから俺は。いや、俺ラジオだけもう多分再生回数50万とかいく。すごい、いいやん、いいことやん。何周してるって、もう50万時間見てるやん。1秒しか見てないやんそれ。嘘、1時間や。1時間見てるよね。1時間で見たわ。ちょっと惑わしてくんの。かな、50万回再生やったらこれ1時間見てるわ。かな、一鉄。ということでね、今回トークテーマガチャの中にあるカテゴリーのお悩み相談っていう、誰の相談なのかもよくわからないやつを、多分トークテーマガチャの運営さんの相談だよ。そう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 、やんねんな運営さん。相談ありすぎるんだよな。ということで、挙手制、それはそう、挙手制、誰からいく。まあ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 、じゃなくて、まあまあまあ、じゃなくて誰からいく。いやいやいや。なあなあ、チャギ&アスカ出ちゃった。おっとおっと、まあじゃあ俺から行こうかな、そんな重い悩みじゃないし。ああ、来た、ヤマタノオロチ。じゃあ、ヤマタノオロチってなんだ。母ちゃんの股間についてるもんね。俺のとこメデューサなんで。目合わせたら石になっちゃう。石になっちゃう。石になって何されるかなんて分かっているよな。ケビン、最近なんか急にアメリカドラマになるよね、ネズさん。意味が持ってるパソコンじゃない、パイだ。おっと、冗談はよしてくれよ、ジョニー。冗談じゃないさ、ここにあるのパイさ。パソコンとパイ間違えることある。パソコンとパイやば。なんてことだ、パイと間違えてパソコン焼いてるよ、ジョニー。ってことは、あのオーブンの中にあるの。あれはパイさ。パイなんか。パソコンなんて最初からなかったんじゃん、そんなに。ああ、面白い。はい、これが。ちょっと待って、つまっちゃう。ああ、やば。なんだっけ。あ、そう、なんだっけ、言ってる。まあいいや、とりあえず、ということで、俺からいきますね。はい。はい、お悩み相談。迷える子羊はこちら、はい、家にゴキブリが出ます、どう対処したらいいでしょうか。家を燃やしたらいいと思います。なるほどね。ちなみにみんなゴキブリってどう、大丈夫系男子、大丈夫なやつとかいるの。いや、あの業務用ゴキブリって呼ばれるのは、はい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 、大丈夫なんですけど。ああ、はいはい、大型車はちょっときつい。大型車やば。大型車、特殊な免許持ってる人、タンクローリーはきつい。ああ、確かに。それで言うとね、俺なん、あの東北ってさ、ゴキブリ出ないんだよね。あの、あ、寒いから、そうそう、北海道とか。家には出ないんだけど、東京で働いてた時は、あの店にめちゃめちゃ出てたのよ。ああ、出るよね。そうそう。もう毎日その大型運転してたから。超大型ゴキちゃん。超大型ゴキちゃん、タンクローリー運転してたから。だから。さん今くしゃみしたでしょ、絶対。ミュートマークが見えたもん。キャナルが見えた。住んでるやん。そう、シャッターって言って俺ら。大丈夫とか大丈夫ないとかの問題じゃなかった。住んでた。ゴキブリか、きついな。ゴキでもあんま見らんよね、言うて。そうね。まあ
まあまあまあ。そんなことない。よう出る。俺も職場には出てたな。やっぱり、うん、職場出るよな、本当に。俺の場合は潰す潰す。あ、もう忙しいからさ、かまってらんないからさ、ゴキブリに。そうね。そう。かまってらんないって。もう目の前通った瞬間パーンって踏んで、中身出ないように潰し、中身出ないように踏んで、ペーパーで包んで捨てるっていう。そう。この前ゲジゲジ見たんだよな。ゲジゲジの方が逆に俺きついかもしれない。使った普通に。初めて見たけどマジでなんかもう。初めてだ。なんかもうにゃあの生でっていうかね。存在とかは知ってたけど、なんかあんな動きするんだ。まあまあどうだろうね。親指台ぐらい。手のひら見たことないの。手のひらはやばい。でかすぎる。学校の体育館の隅にさ、おったんよ。一緒。何あれって見たゲジゲジでさ。でっか。マジ手のひらだ。スピード速いよね、あいつ。まあ、速いね。いいやつらしい。いいやつだよ。ね、ゴキブリ食ってくるでしょ。でも、ちょっと見た目が。見た目はえぐいけどね。クモも食べてくれると見た目が。家に出たらね、俺掃除機で住んでる。強い。出てくるかもしれない。あげじげじ？そうそうそう。吸ってちょっと回し、あのね、実家の前住んでたとこはね、後ろが竹林で、ああそういうとこだ。そうそう、排水溝を通ってくるんで、まあ、風呂によくいたからまた流し返すっていう。きつい。もう家で流そうぜ。そうそう、またね、流し返す、排水溝帰ってきたのを流し返す。ルーティンや。いや、きつい。それみんな虫は大丈夫、大丈夫系男子。全然無理。いや、昔も口に入れてみたいな。うわ、それボコボコ出てる。昔虫博士になるって威張ってた。威張ってた。虫キングは好きだったよ。ああ、虫キングやってた俺も。やってた虫キング。全然やってないけど。やってた。どういうこと？リアル虫キングやってた。あ、やってたね。ああ、でも俺虫取りとか好きだった。触れないけど。子供の頃ってさ、割と平気ではあったけど、大人になるとさ、なってくる。そう、なんかね。俺子供の頃虫取り好きだったけど触れなかったけど、キャッチアンドリリースよ、もうその場で。トンボ捕まえた、そのまま虫網売り裏返します。俺の虫取りマジ虫網だけでよかった。虫かごとかいらないから。田舎っ子はね、トンボは素手で捕まえられるよ。無理無理無理、無理。捕まえようと思えば捕まえれるけど触れないから。あ、目をくるくる回してあげてさ。懐かしいぞ、ね、夏だな。こう考えると全員田舎なんだな。あ、まあ確かにね、都心ではない。田舎だね。くっそどいな。てか結局大将はどうなったの？そういえばめっちゃ離れてるやん。大将は、うん、そっか、どう大将だ。でも多分この聞き方だとさ、あれなんじゃない、普通に無理なタイプの人なんじゃない、そういうのが。無理な人は踏める人を探しましょうっていう。あ、いや、それだったらジェット買ってきた方がいいっしょ。ジェットね、むずいよね、あれ。なんかすぐ死なねえし。ああ、火燃やすしか。オーバーマオールやけど。え？意外と火に弱いって言われてるけど、テラフォーマーズでなんかめっちゃ熱い爆風みたいなのやっても死んでないんだよね。何してんの？ネタバレだそれ。あ、やべ。まずい。対処ね。なんかさ、かけあると結構効くよ。ムカデじゃねそれ。いや、こいつも結構。でもかける前に逃げられそうけどね。ね、あと洗剤はよう効くよ。ああ。そうね。水鉄砲に洗剤入れて。いや。原液が絶対いいけど家だもんねこれ。そうね。水鉄砲にっていうか、その水鉄砲の入れ物に洗剤打ち込んだ。普段から洗剤を水鉄砲でやってれば。ああ、確かに。いざという時にちゃんとだったらゴキジェットでいいやんってなるけど。まあ家のね、入ってくる前に処理。それはそうよね。虫、あの、なんだ、ブラックなんちゃらみたいな。ああ、ブラックキャップ、あれ効くよね。めっちゃ効くね、あれ。回収するの怖くて触ってないんだよね。ブラックキャップには入ってないし、あれ知らんけど。でも多分あれだよね、家の中とかに置いちゃったら逆に寄ってきそう。外に置いといた方
方がいい気がする。こんな感じですかね。じゃあですね、うん、じゃあ頑張ってください。頑張って頑張ってね。俺らは知らん。大パンすればいいよゴキブリ。大パンデッサー言わなかそう違う人やから。違う人よくないから。おっとおっとって感じでしょ。じゃあ俺で大丈夫。はい、いいよ。はい、じゃあおしゃれですね。はい、すぐに調子に乗っていつでも誘ってとかいつでも遊ぼうと言ってしまいます。本当はとても面倒くさがりなので本当に遊ぼうと言われるとすごく疲れてしまいます。社交辞令というやつです。皆さんは気軽にまた遊ぼうねとかいつでも誘ってみたいなことは言いませんか？またいつでも誘っていいと言われたら気軽に誘いますか？誘います。誘います。ラナ、俺自分からも誘わんから。あーそうです。俺誘ってくれたらありがたくはあるよね普通。そうだね、誘ってくれたら嬉しくは思うかな。嬉しく思う。こっちに、うん、嬉しく思うってだけ。そこで終わりだもんね。そうそうそう。なんか社交辞令っていう感覚はないな。多分相手からしたらそう取られちゃう可能性もあるけど。リアルに。嫌いなやつと遊ぼうし。ね。そうそうそう。俺らのまた遊ぼうでは多分本当に遊ぶつもりのまた遊ぼうねだよ。いつでも誘うし、そうね。社交辞令ってさ思うんだけどさ、うん、なんか本当にそれやられて嫌なことを言っちゃダメじゃねって思ってんだよ。確かに。なんか別に誘われてもいいよっていうスタンスだから言うのが社交辞令だと思ってるから。うん。うん、そうね。だからまあでもあれなんじゃない？社交辞令ってそらなんかさ、それこそなんて言うんだろう、初めて会う人とかにさ。誘わないでくださいみたいな言ったらそれはそれで倹約になるから、その倹約にならないためのまあ、 ある程度の、ね、暗黙の了解じゃないけど誘ってって言われて誘いづらいみたいなとこはあるやろうし、その社交辞令的な意味も踏まえてそういうバリアな気もするけど、いつか遊びとかは知らないし、まあ、ね、だからむずいよね、なんかそこの判断っていうか。確かに。それこそね、なんか初絡みの人とかで誘ってって結構言うけど、誘ってはでに行くの難しそう。気持ちはわかるね。遊びたいけど人前によります。僕らはいつでも誘ってください。本当に社交辞令とかじゃないんで、あ、コラボのお誘いお待ちしております。いうのはこちらまで。www.co.jp-d4 までらしいです。相談も誰の相談か分かんないけど、かわいさい。頑張ってほしいよね。すごい疲れてそう。いやーなんかね、疲れるの嫌だよね。そういう意味で社交辞令のこと気にし続けて疲れるのマジで嫌だ。学生の時はね、ちょっと、うん、その遊ぶ遊んでるけど疲れるっていう感覚はわかる。ああ、なんか、いや、合わない人とかも確かにいることはいるだろうしね。そういう意味で言うと難しいけど、ね、この人本当はとってもめんどくさがりなんでって書いてるけどさ、なんかね、こういう社交辞令とか気にしてる方が疲れそう。ああ、そうね。ウォーって誘われたら遊びに行くやいいね。そう、なんか人生ってもっと簡単だよ。クソでかいお題になってる。世の中語ってるって深海じゃん。メガロドン春いたな。あれ寒かったんだ。しかも太鼓で行きますか。じゃあ、はい、私のお悩みではないのですが、誰かのお悩みこちら、ババベイン。私はかなり歌が下手です。どうしても音程が取れません。カラオケ大嫌いです。上手くなくても普通に歌えるようになる方法を教えてください。え、これ俺投稿したやつだ。次これさあと思って採用しました。これさあ、なんか結構友達とかもさ、その歌苦手みたいな人によく言われるんやけどさ、なんか、うんうん、どういう練習した方がいいんやろみたいなとかあるけど、俺さ一番思うのがさ、恥捨てた方がいいよって絶対言うんよね。ああ、それは間違いない。絶対あるよね。あるある。もごもご言ってるせいでなんか下手に聞こえるみたいな。そう、音程
感じ。取れてるし、言っちゃえ、うん、楽しむことが大事なんですよ。カラオケとかもね、歌下手とか関係ないから、楽しんだもんガチよ。みんなでジャパリパーク歌え、楽しいぞ。あれ俺言ってる、うん、まあ、まだハーシャの歌声聞いたことないけど、そうめっちゃ楽しみなんだよ。聞かせねえぜ。あ、でも聞くか。なんとですね、おお、この度え、お3人の歌う曲を取ってきました。おお、取ってきたんだ、素晴らしい。シレット宣伝や、まあ、シレット、うん、後々言うかもしれないですけど、ここでこっそりね、伏線というかね、いますよっていう、これ知る人ぞ、ね、これで開花してほしいな、ね、まあなんかね、やるってなったら正直2人に追いつこうとするだろうから、割と負けず嫌いなんで、なんでね、まあ練習はしますね、おそらく。わからないですけどね、ハマったらしますね。ハマんなかったりしないですね。大丈夫、ハマってほしいな。歌に関してはね、突き詰めれば突き詰めるほど難しいね。ああ、それはありそう。その人の感覚でやってる世界なんでね。うん。そうなんで。結構人が言えるのってなんか難しいよね。単純になんか、ボイトレ通えよとか言っても、うんうん、また違うわけ。近くが本当恥を捨てて楽しくやれば、思ってるより音程は取れていますし、ね、なるほど。カラオケに関しては本当楽しめばガチで一番いいんじゃね。交換性周知みたいなので、逆にこう余計にっていうか、なんかね、それでなんか悪く見えるっていうのもあるかもしれない。うん、俺なんてカラオケ歌ってる最中にヘドバーし出すぐらいの人間なのに、俺もなんかもうね、あれカラオケ行くときは絶対にもう超盛り上げてやろうっていう気持ちで、気概で絶対携帯触んないから。つい俺も触らんな。グー探すときぐらい。あ、そうそう。何歌いたかったんだ。大勢で行ったときもね、歌いたい曲歌えばいい。合いの手なら任せてください。いつでもカラオケのお誘い待ってます。あれ急に求めてる。あ、コラボのお誘いはこちらまで。www.カラオケですか。わ、マイナス4までご連絡ください。h2o.co.jp.co.nzmi まで。こねずにやん。あれ。あれ、感じですかね。なるほど。まあ、音程が分かんないときは音程バーも出すといいですよ。ああ、それはあるよね。意外と。ガチでカラオケに関してはなんかもう、行けば行くほど上手くはなると思う気がする。苦手な人はね、多分行く機会がね、どんどんね、自分で狭めちゃうよ。人からでいいんだよ。はい、行きます。マジで人から練習になる、マジで。行ってきます。恥ずかしくないしな、自分しかいないから。歌に関しては全然教えてあげる。お師匠、最強の先生や。だから俺も多い気がすればいいんだけど。英語の発音もネズさんに習ってください。最強の方ってリピートアフターもいい。ジェクチュー。うわ。ダセーぞ。さあ、そんな感じですじゃあ。はい。はい、そろそろ、ね、良さそうなので、質問のコーナーに行きましょうか。いいよ。出ました。シャス。あんたが大将。コーナーの方にお願いします。スタッフおったって今。似合う。せつながら。よし、質問のコーナー。イェイ。福山。さあ。あぶね、オールナイト日本始まった。ああ。第一回でもそれから始まってるからな。あれ、また第一回出てきた。それは覚えてるわ。確かに覚えてないな、ほんまでも。マジでね、第1回とか適当すぎてやばいよ、本当に。やばいよね、多分。こんな仕切ってなかったね。そうそうそう。形もないだろうしな。まあね、今、割と形決まってきたから、よかったと思うけど。ね、さあ、ということで、今日はね、3つ来てますね。お。そう、さっきまでね、来てなかったけど、来てたので、
え、すごい、ありがとう。ね、分かってたかのような。分かってた。あちゃんが書いたんだよ、多分それ。え、俺、きなくん推しではないのかな、もしかして。あれ、ネタバレ聞く。あれ？でも自分で最低メンバーの推しを否定するなんて。さあ、どうしようかな。じゃあ、これから行きましょう。ラジオネーム、きなくん推しではない。おはようございます。おはようございます。上も見たいよ、俺が。あなたは虫に生まれ変わりました。どんまい。嘘でしょ。以上です。こういう質問。嘘でしょ。どんまい。どんまい。でさ、どんまい。ああ、あざす。あざす。え、どういうこと？何の虫に生まれ変わりたいかってこと？いや、ただ虫に生まれ変わりました、どんまいって。すごい質問。質問。ちなみに質問って、虫の中で生まれ変わるとしたら何がいい、何がいいか、何がマシだと思う、マシ、なんだろう、カブトムシとか、カブトムシ、カブトムシはちっちゃい子にボコボコにされるよ、ボコボコに角折られるよ、足引きだよってされるよ。大丈夫、足引きされるか、足引きされるよ。俺クワガタ好きだから、あー、はいはい、あギラファノコギリクワガタにしよう。じゃあ俺コーカサスオオカブトにしよう。まさかの2人とも国外っていうね。いやーいいね。じゃあ俺ヘラクレスにしときますわ。うわー、めっちゃ危ないんやん。切ってる切ってる。あいつ切ってるぞ。俺がオオカブト。虫キング知識しかねえから。何だったっけ、ニュージーランド、何だったかな、ニュージーランド、レインボークワガタみたいな、虹色クワガタ、虹色クワガタ、そう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 、虹色の知識しかないから、虹色クワガタね、テラフォーマーズで一瞬でやられるよ。テラフォーマーズちょっと悪い、ネタバレやってそれ、ネタバレ俺な、虫の知識がないからな。そうなんやね、何がいるかわかんねえや、俺なんだろうな、まあ、やっぱみんな男の子だなって感じのチョイスだったけどね。え、別に俺むしあれカブトムシになりたいわけじゃないけどね。あ、本当。便乗して言っただけだけど。いや、カブトムシ、いや、クワガタ一択っしょ。なんかアリとかはさ、うん、なんか仲間いっぱいいてコミュニティあっていいかなって思うけど、あいや、飛ぶ系の虫がいいな。あー、なるほどね。自分の羽音とか気になんないのかな。気になるなら嫌だけど。耳がいいんじゃない。確かに耳ついてるハチキモ。うん、スズメバチとかいいんじゃん。スズメバチこそあれやん、殺虫剤プシャーされるやん。あ、結局天敵は人間なんだな。そうかも。鳥と敵、鳥と敵じゃない、鳥と人間ぐらい。ああ、そうね、鳥も。この話題でこんな広げられるやつがおる。すごいな。それこそトンボとかでいいや。トンボか。虫になるぐらいだったらセミで1週間で死んだ方がマシっていうレベルでもあるけど。マジかし。はい。でもなんか生まれ変わりの話でさ、うん、人間に生まれ変わったやつは、うん、そのまま人間らしい。はい。はい。ということでね、そんな感じです。くだらない質問してくんな。やめろ。やめろ。質問じゃなかったしな、なんなら。やばいやばい。どんまい。どんまい。どんまい。GD。ありがとうございます、本当に。どんまい、マジ好き。はい。次です。ラジオネーム、きなくん推しではない。ありがとうございます。最近何かで感動しましたか？ああ。俺、一個ある。お実況者の、はいはい、キヨさんいるじゃないですか、はいはい、はいはい、あれのアンダーテイルの全てのルートを見たんですよ、うんうん、ああ泣きました、ね、あれいいよね、キヨさんのね喋り方がずるいよ、それはあるかも、感動しちゃったね。あとはなんか海外の反応とか、ああはいはい、俺も見る、見るな、そういう系は意外と、ね、来るもんがある、うん、あるみんなは、感動した、泣いた、感動した、感動したことか、ビランチャ、俺はそんなないんだよな最近、直近で言うとマジで VCT なんだよ。ああ、やっぱキー君そうかなと思ってた、うん、でもそれ以外で言うと、うん、でもそれこそなんか1月とかになっちゃうけど、俺さ、あの映画でめっちゃ好きな映画があって最近、うんうん、あのそれこそ12月、去年の12月ぐらいに始まったのかな、
分かんないけど、うん、あのディア・エヴァン・ハンセンっていう映画があって、知らない、これは聞いたことあるかな、あのララランドとかの、うんうん、まあなんて言うんだろう、ミュージカル的な映画だったんだけど、俺さ、それ YouTube の広告で最初なんか出てきたの見て、めっちゃなんか良さそうやなって思ってさ、ミュージカル見たことなくて、どうかな、刺さるかなって思って見に行ったけど、2回見て2回とも泣いたよね。そう、いや友達、別の友達を、ちょマジこれいいから絶対見てくれっつって連れてって、もともとなんかあれらしいよね、他あの海外のブロードウェイでやってたやつらしいけど、それ知らんくて映画見に行ったけど、すごく良かったです。調べてみてください。調べます。なんかね、あの若者向けって感じ。そう、なんかあの、ね、悩みを抱えてる、一人で悩み抱えてる人に向けての映画みたいな感じですね。今日の話題に持ってこいし、ね、気になるな、普通に悩み相談。今これはなんかあるかな、感動したの。なんか年々映画とか見ても涙が出なくなってきた。逆に逆にやばいじゃん。いや枯れてきてんじゃん。あ、でも多分もともと映画とかでは泣かない方なんだけど、うん、そう、多分ちょっとずつ脆くはなってるんだろうけど、まだ感じないからそんなに。へえ、まあ、ただなんだろうな、この前仕事してて、自分作ったお菓子が、うん、なんかふとツイッターで美味しいって流れてきた時はやったねって思ったけど、うん、感動じゃん。くらいかな。すごいんですよ、一応一応一応ね、うん、一応一応一応ね、そうそうそう、一応みんなほどじゃないっすよ、本当に。いやいやいや、素晴らしい人なんよな。謙遜しすぎやろ。あんま周りにいないタイプの。そういう意味で言うとさ、逆に俺なんかもう何でも感動しちゃうんだよ。何でも泣いちゃう、すぐ泣いちゃう。おお、泣き虫や。泣き虫。虫？泣き虫、ケムシ。あ、泣き虫？泣き虫になったんか、うん、さっきの質問は。おお、謎かけか。謎かけか。泣き虫になりました、ドンマイって。あなたは虫になりました、ドンマイ。泣き虫。えん、えん。いじめっこやん。線の回収や。なるほど。ふけふけ死体深海や。泣き虫っていうかなんか、何でも心に響いちゃう。わかる気はする。ボロい人間なんで僕。え？否定しない。誰も否定しなかった。僕は触れてすらくれない。チャラい。あ、ちょろいなって。チャラいのは、チャラいのはあの人や。おっと、誰かが来たような。次の質問が来たようだ。お、次の人ですね。すごい珍しい、ネズさんがパスをしてる。すげえ、ありがてえ。オンゴールバックしてる人やったの。マジで自力で行く人だからパスしてくれないから。いや、まあまあそういうこともありましたね。なるほど、確かに。ラジオネーム、大人になりました。次の質問いきますね。はい、ラジオネーム、ラジオネーム、気楽の知らない。はい、ありがとうございます。メンバーカラーはどう決めましたか？メンバーの好きな色ですか？あー、でもそういう意味だと、好きな色だよね、多分。俺はね、刺さってたけど、多分根津さんが最初に字幕の色勝手に決めたんじゃねって思って。そう、勝手に決めたよね俺。そうなんや。そうだったっけ。そうだと思うよ。俺ピンク好きじゃなかったし、その時、当時は。そうなんだ。そうそうそう、多分根津さんがイメージで全部やってくれたんだと思う。あれ、そうだったっけ。で、逆に俺さ、あの色、好きな色とか言ってないはずなのに、なんか緑になってて、かそれはね、多分スキンの色的にあれだと思う。ああ、そっか、そういうことか。覚えてない、俺適当だったんだ。すごいな。適当適当だったみたい。まあでも結構気に入ってるけどね、今ではメンバーから。スキンの色見て言うなら、ハーちゃんのやつ白黒やったけどな。あ、そうだ。そうだから多分俺はなんかイメージなんだろうなと思ったけど、自分にピンクのイメージが持たれてると思っていると、はーちゃんは。そう過去の俺よ。なんでそんなことしたんだ。
東大へ行け。ドラゴン桜始まった。ドラゴン桜始まった。出てきちゃう。阿部寛来ちゃった。うちなる阿部が、うちなる阿部がゲスト会また3人目来た。豪華すぎるやろ。じゃん、なん、シャープ何、誰々が出ました。問題出されちゃう。そうだね。おわ、何の質問だったっけ。え、メンバーカラーはどう決めたか。あ、メンバーカラー、お題にはどうやったらいけますか。勉強しよう、俺んとこに来い。根津さんは好きな色赤なの。そうだね、赤が好きだね、うんうん。なんでみんなの色適当に決めたのか、すごいね。すごいね。すごいよね。でも今ピンクが一番好きだしな、俺普通に。マジ。俺ずっと緑が好き。なんだろう、小学校の頃でも緑めっちゃ嫌いだったんだよな。へえ。何あの色出さって思って。赤と青が最強って思ってたから。なんかヒーロー色好きだったな。ああ。主人公色みたいな、うんうん。緑ってなんかさ、なんて言うんだろう、色のイメージ的に勝手にさ、なんかメガネキャラとかなんか賢そうなやつのイメージがあったから、だから嫌いだったのかもしれない。緑マセキなり。あ、そう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 。俺も今それを思って思いながら。確かに。高身長の違うわ。あれだ。ロングシュートの。そうそうそう。終わったような話。まあその質問に関しては僕が勝手にやってたそうなんで。すごいよな。ね、すごいね。大号令やもん。今はバッチリハマってる感じするわ。ね、うん。今はもうこれが定着しちゃってる。ね、しっくりきすぎてる、うん。しかもね、割となんかその全部含めた時の色味もいいよね。そう。そうね。その仁王のさ、あのなんて言うんだろう、名前、その仁王っていうロゴとかのさ、うんうん、やつをそれぞれのあのやつの色にしてもいい感じになるんだよ。あ、1文字ずつね、うんうん、俺らの後ろの文字だから、その人のメンバーからにしたらすごい綺麗になるんだよね。あちゃんは白黒が好きだった。そうだね、あの普段の服とかもだいたい黒のパンツにあの白シャツとかだから、うん、とか白のセーターとか。緑好きだからってああまあまあ、普段の服装に入ってるわけではないけど、別に。私は普段着ガチャピンなんでしょ。やばすぎでしょ。ガチャピンの着ぐるみ。緑の服も好きっちゃ好きだけど。そう、あとはあのその当時スキン作った時が、うん、ちょうどあの服装、あのスキンみたいな服装してたの。半分白で半分黒みたいなパーカーで。ああ、そう。バッテンの目の。あかな、そう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 、マシュメロのやつ。あ、そう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 、あれよく着てたからさ、あれにしちゃったんで。なるほどね。以上よ。その理論でいくと俺の好き俺スキン作った時肌の色緑でタンクトップでパンズボンだったんだよな。アシュラみたいな顔してるもんな、だって顔ついてたんだよね、横に。怖いな、通りで人格変わると思ったね。人格変わってんのか俺。自覚なかった。人格だけに。おい、ボケが渋滞してたって。ね、今、お後がヒュイゴーで終われる流れやったって。ああ。仁王名物ボケの渋滞な。なるほど。交差点つってな。信号壊れてっからな。壊れた信号機とかけまして。お横断歩道と解きます。その心は。お後がヒュビーゴー、お疲れ様でした。はい、ということで今回の質問は以上になります。似合う、終わった待って、珍しくこの時点でまだ1時間いってないっすよ旦那。あら、まあね、たまにはいつも1時間以上あるとね、おいら疲れちゃうんで。そうだよ、そうそうそう、疲れればいいと思う。ご自愛プリーズ。疲れればいいと思う。一人鬼がいたけど誰だお前も鬼になれないか、後ろー。今スシローって言った。かま寿司へようこそ。かまど炭治郎です。判断が寿司、判断が寿司。見えた、注文の意図。お待たせしましたっていうでしょ。お待たせしました。リズさんの声まで誰今今のお待たせしました誰
あれだろう、近所のおいちゃん、近所のおいちゃんあのあれでしょう、1話で鬼滅の刃の1話で最初炭治郎を止めてくる、あーあの人かあの人か、おい夜の山は危ないからな、止まってけ、へっ、ま、お前の寝る場所ねえけどなでもライフやん、おめえの席ねえから、別にお前のために布団引いてねえし、積んでるやん余ってるんだからねスープ飲むか、いやあげないけど、はい、あげない終わるの、終わります、どうしましょう、いや、まあ、ぬるっと終わるんだな俺らぬるぬるしてるし、そうそう、ぬるボールみたいな、ぬるぬるボールぬめぬめボールじゃなかった、ぬるぬるボールだったっけ、いや、ずるずるボールだよ、ぬるボールだったっけいっぱいあるよ、確かなんだ、ぬめぬめボールならおらいらねえよ頭一本しか生えて触覚ないピッコロね、ギャドのパンキー送れーっていう小林おっそら小林懐かしい、その話のモンキーハンターが一番好きだった、わかる、本当にわかるわ、銀玉の話です、そうです股間殴ってるのとたまに骨折って焼かれてる時好きなんだよな、ね、上手に焼けましたって言ってるうん、ダメだって、そういう話始めると長引いちゃうから終わろうって言ってたのにということで、ね、ということで、おお、第6回におう、ちょっとにおうラジオ、いいの、これでいて平原となります、平原目の時間は終わりだよ、あれない平原ごめん、あんなに残ってるやつは、うん、よっ、僕食べていいかな、仕方ないねということでね、ちょっと大きな組織に消される前に終わっておきます、じゃあ第7回でお会いしましょう、バイバイ、終わっちゃう、バイバーイ、バイバイ、第7回でお会いしましょう、バイバイ、第7回でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ、第7回で永遠ループするな、すごい無限ループや、バイバーイ、バイバーイ、リバーリバー